穴、岡本軌道。一。Y 君は語る。明治十年、西南戦争の頃には、私のうちは芝の高輪にあった。私の家と言ったところで、私はまだ生まれたばかりの赤ん坊であったから、何にも知ろうはずはない。これは後日になって、姉の話を聞いたのであるから。 多少の筋道は間違っていいるかもしれないが大体の話はまずこうである。今日では高輪の辺りも開けきってほとんど昔の面影を失ってしまったが江戸の絵図を見ればすぐにわかる通り江戸時代から明治の初年にかけて高輪や伊佐羅子の山の手は一種の寺町と言ってもいいくらいに数多くの寺寺が続いていて その間に武家屋敷がある。と言ったら、その寂しさは大抵想像されるであろう。ことに維新以後は、その武家屋敷の取り壊されたのもあり、あるいは住む人もない空き屋敷となって、あるるがままに捨てておかれるのもあるという始末で、さらに一層の赤量を増していた。そういうわけであるから、家賃も無論に安い。 場所によってはただ同然のところもある。私の父もほとんどただ同然で、千学寺に近い古屋敷を買い取った。その屋敷は旧幕臣の与力が住んでいたもので、建物のほかに五百坪ほどの空き地がある。西の方は高い崖になっていて、その上は樹木の生い茂った小山である。 よりきといってもよほど内服の家であったと見えて、湯殿はもちろん米つき場までもできていて、大きい土蔵が二と前もある。こう書くとなかなか立派らしいが、江戸時代にもかなりすみあらしてあった上に、聞くところによれば主人は維新の際に脱走して越後へ行った。寒軍が江戸へ入った時におとなしく基準したものは、その家屋敷もすべて無事であったが、 脱走して官軍に抵抗した者は、当然その家屋敷を捨てていかなければならない。そこで、ここの主人は他の脱走者の例に倣って、その屋敷を他年出入りの商人に譲り渡していったのである。この場合、譲り渡しというのは名義だけで、大抵はただでくれていく。それに対してもらった方では、選別として心ばかりの金を送る。 ただそれだけのことでやりとりが済んだのであるが、明治の初年にはこんな空屋敷を買うものもない。借りるものも少ないので、新しい持ち主もほとんど持て余しの形で幾年間を打ち捨てておいた。こういう事情で立ち腐れのままになっていた空き屋敷を私の父が安く買い取って、それにいくらかの手入れをして住んでいたのであるから。 今から考えるとあまり居心の良いうちではなかったらしい。第一に屋敷がだだっ広い上に建物が花ははだ古いときているからなんとなく陰気で薄っ暗い。庭も広すぎてとても掃除役とりが満足にはできそうもないというので庭の中ほどに低い四つ目きをゆってその柿のうちだけを庭らしくして 柿の外はすべて荒れ地にしておいたので、夏から秋にかけては、すすきや雑草が一面に生い茂っている。万事がこの体であるから、その香涼たる光景は察するにあまりありとも言うべきであるが、その当時は東京市中にもこんな化け物屋敷のようなうちがたくさんに見出されたので、世間の人も居住者自身も格別に怪しみもしなかったらしい。 私のうちばかりでなく、周囲の家々も、まず大同正宜といった形で、しかも一方には山や森を控えているのであるから、武用人とか仏像とかいうことは、もちろんであると思わなければならない。人間ばかりでなく、主樹の獣も襲ってくるらしい。現に隣のうちでは、カイドリをしばしば食い殺された。 それは、狐かじなの仕業であろうということであった。夕方の薄暗い時に、なんだか得体のわからない怪獣が、私のうちの台所をうかがっていたと言って、歳の若い女中が悲鳴を上げて奥へ逃げ込んできたこともあった。夏になると、蛇がむやみに這い出して、時には軒先からぶらりと長く下がってくることがある。 全く始末に終えない。前置きが少し長くなったが、これらの話は、そういう場所で起こったものであると思ってもらいたい。その年の8月、西郷隆盛がいよいよヒューガの国に追い込められたという噂が伝えられた頃である。私のうちの庭内で、毎晩ガサガサ言う音が聞こえるというので、女中たちはまた怖がり始めた。 何でも夜が更けると人か獣か庭内を忍び歩くらしいというのである。その当時私の家族は父と母と姉と私と他に女中二人であったが姉と私は子供と赤ん坊であるから問題にはならない。男というのは父一人で他は皆女ばかりであるから何かのことがあると 一倍に騒ぎ立てるようにもなる。それがうるさいので、父ももう打ち捨ててはおかれなくなった。大方の雷ヌでも張い込むのだろう。こうは言いながらも、ともかくもそれを実験するために、父は一晩眠らずに張り晩していた。それには、八月だから都合がいい。残暑の折り柄、鈴見がてらに起きていることにして、 家内の者はいつものように寝かしつけておいて、父一人が縁側の雨戸二三枚を細目に開けて、庭一杯の虫の声を聞きながら、静かにうちわを使っていた。まだその頃のことであるから、床の間には昔を忘れぬ大小がかけてある。諏訪といえばそれを引っ下げて踊り出すというわけであった。今年はかなり二残暑の強い年であったが、 今夜は珍しく涼しい風が吹き渡って、吹けるにつれて浴衣一枚ではちっと涼しすぎるほどに思われた。月はないが空は鮮やかに晴れて無数の星が金砂子のようにきらめいていた。夜ももう十二時を過ぎた頃である。庭のどこかでガサガサという音が低く響いた。それが 夜風になびく草の外れでないと悟って、父は雨戸の隙間から庭の方に目を配っていると、その音は一箇所でなく二箇所にも三箇所にも聞こえるらしい。獣だな、と父は思った。やはり自分の想像していた通り、野良犬の類が忍び込んで何かの柄を漁るのであろうと想像された。 しかしせっかくこうして張り板している以上、その正体を見届けなければ何の役にも立たない。そうしてその正体を確かに説明して聞かせなければ、女どもの不安の根を断つことはできない。こう思って、父はそっと雨戸を一枚開けて、草履を履いて庭に降りた。縁の下には枯れ枝や竹切れが放り込んであるので、父は手頃の枝を持ち出して、 静かに歩き始めた。庭には夜露がもう降りているらしく、草履の音を盗むには都合が良かった。耳を澄ますと、ガサガサという音は、庭先の空き地の方から低く響いてくるらしい。前にも言う通り、ここは四つ目垣を境にして、ただ一面の藪のようになっているので、人の竹よりも高いすすきの葉に、 四つ湯の流れて落ちるのが暗い中にも光って見える。父は四つ目きのほとりまで忍んできて、息を殺して伺うと、あたかもその時、そこらの草むらがざわざわと高く騒いで、たちまちに、キャッという女の悲鳴が聞こえた。女の声は少しく意外であったので、父もぎょっとした。しかし、もう猶予はない。 父は持っている枝を取り直して、四つ目きを回って空き地へ出ると、草むらはまた激しくざわざわと揺れてそよいだ。すすきや雑草をかき分けて、声のした方角へたどっていったが、普段でもめったに入ったことのない草原で、しかも夜中のことであるから、父にも確かに見当はつかない。父は泳ぐような形で、高い草の間をくぐっていくと、 にわかに足を滑らせた。つゆに滑ったのでもなく、草のつるに足を取られたのでもない。そこには、思いもつかない穴があったのである。はっと思う間に、父はその穴の中に転げ落ちてしまった。落ちると、穴の底ではまたもや、キャッという女の声が聞こえた。父が転げ落ちたところには、 人間が横たわっていたらしく、その胸か腹の上に父の体が落ちかかったので、それに押しつぶされかかった人間が思わず悲鳴を上げたのである。その人間が女であることはその声を聞いただけで容易に判断されたが、一体どうしてこんなところに穴が掘ってあったのか、またその穴の中にどうして女が潜んでいたのか。 父には何にもわからなかった。あなたは誰ですかと父は意外の出来事に驚かされながら聞いた。女は答えなかった。頭の上の草むらはまたもやざわざわと乱れてそよいだ。もしもし、あなたはどうしてこんなところにいるのですか女が生きていることは その体のぬくみや息遣いでも知られたが、かの女は父の問いに対して何にも答えないのである。父は続けて声をかけてみたが、女は息を殺して沈黙を守っているらしかった。何しろ暗くてはどうにもならない。ここから家内の者を呼んでも、よく寝入っている女どもの耳に届きそうもないので、父はともかくもその穴を張り出して、 うちから明かりを持ってこようと思った。探ってみると、穴の間口はさほどに広くもないが、深さは一軒半ほどに達しているらしく、しかも、ほとんど切ったてのように掘られてあるので、それからはい上がることはすこぶる困難であったが、父は泥だらけになって、まず無事にはい出した。その時に草履を片足落としたが、それを拾うわけにもいかないので、 父は片足に土を踏んで元の縁先まで引っ返してきた。二。父に呼び起こされて母や女中たちも出てきた。早くろうそくをつけてこい。裸ろうそくに火をつけて女中が持ってきたのを心のせくままに父はすぐに持ち出したが、その日は途中で夜風に奪われてしまった。 父は下打ちしてまた戻ってきた。裸ろうそくではいけない。ちょうちんをつけてくれ。母は奥へ駆け込んで、ちょうちんを持ち出してきた。それにろうそくの火を入れて、父は再び現状へ引き返したが、さてその穴がどの辺であったか容易にわからなくなった。一口に空き地といっても、ここだけでも四百坪に余っていて、 そこら一面に高い草が茂っている。さっきは暗闇を夢中で探り歩いたのであるから、どこをどう歩いたのかわからない。倒れている草を頼りにして、そこかここかとちょうちんを振り照らしてみると、そこにもここにも草の踏み倒された跡があるので、一向に見当がつかない。と思ううちに、父はまたもや足を踏み外して、 深い穴の中に転げ落ちた。落ちるとともに、ろうそくの火は消えてしまったので、父はさっきの困難を繰り返さなければならないことになった。ようやくはい上がったものの、あたりが暗いので、何が何やらよくわからない。父はまたもや引っ返して、ろうそくの火を取りに行った。もう今夜はよして、明日のことにしたらどうです。 母は不安らしく言った。しかし、かの穴には女が横たわっている。それをそのままにしては置かれないので、父は強情にちょうちんを照らしていったが、かの穴はどこらにあるのかついに見出すことはできなかった。暗闇で確かにわからなかったが、父が最初に落ちた穴と、二度目に落ちた穴とは、どうも同一の場所ではないらしかった。 第二の穴には人間らしいものはもちろん横たわっていなかったのである。それから考えると、この草原には幾箇所の穴が掘られているらしいが、それが昔から掘られてあるのか、近頃新しく掘られたのか、また何のために掘られたのか、父にはちっともわからなかった。あの女はどうしたろう。それが何分にも気にかかるので、 父はこんよく探して歩いたが、どうしてもそれらしいものを見いだせないばかりか。よほど注意していたにもかかわらず、父はさらに第三の穴に転げ落ちたのである。ちょうちんはまたもや消えた。畜生、俺はきつねにでも化かされているのじゃないかな。まさかとは思いながらも、再三の失敗に。 父は少しく疑念を抱くようになった。もう思い切って今夜はやめよう。父は第三の穴をはい上がってうちへ引っ返した。すすきの葉で頬や手先を少しくすり切っただけで別にけがというほどのけがはしなかったが三度も落とし穴に落ちたのであるから髪の毛にまで泥を浴びていた。父はすっぱだかになって 井戸端で頭を洗い、手足を洗った。まったく、きつねの仕業かもしれませんね、と母は言った。父ももうこんまけがして、そのままおとなしく蚊帳の中に入った。しかも、かの女のことがどうも気になるので、夜の明けるまでおちおちとは眠られなかった。夜は明けても、 今朝は一面の深い藻屋が降りていて、父の探索を妨げるようにも見えた。それが晴れるのを待ちかねて、父は身ごしらえをして再び夕べの後を訪ねると、草深い空き地の真ん中から少しく西へ寄ったところに、第一の穴を発見した。それが最初に転げ込んだ穴であることは、片足の草履が落ちているのを見て証拠立てられたが、 そこに女の姿は見えなかった。それからそれへと探し回ると、五百坪ほどの空き地のうちに、都合九カ所の穴が掘られていることが分かった。そのうちの二箇所は遠い以前に掘られたものらしく、穴の底から高い草が生え伸びていたが、他の七カ所は近頃掘られたもので、その周囲には新しい土が散乱していた。 しかも、その穴を覆うために、大きな草をたくさんに積み横たえて、さながら一種の落とし穴のように作られているのが、父の注意を引いた。何のために掘ったのでしょうね、と、父の後から不安らしくついてきた母が言った。何者がこんなことをしたのかは、もとよりわからないが、一体何のためにこんなことをしたのかを、父はまず知りたかった。 落とし穴の目的とすれば、こんなところに穴を掘るのもおかしい。たとえ草原同様の空き地であるとしても、ここは私のうちの私有地で、他人がみだりに通行すべき往来ではない。そこへ舞いを忍んできて落とし穴を作るなどとは、常識から考えてちょっと判断に苦しむことである。それにしても、 その落とし穴に落ちたらしいかの女は何者であろうか。おそらく父が引き返してちょうちんを持ってくる間にそこを吐い出して姿を隠したのであろうが、その当時二三箇所でガサガサ言う響きを聞いたのから考えると、彼女の他にも何者かが忍んでいたのかもしれない。あるいは近所の男と女とが、 この空き地を利用して密会していたのではあるまいか。彼らは何かに驚かされて、あるいは父の足音に驚かされて、慌てて逃げようとするはずみに、女は誤ってかの穴に転げ落ちたのではあるまいか。それでまず女の方の解釈はつくとしても、かの落とし穴のようなものは何であろうか。あるいは彼らがそこで密会することを知って、 何者かがいたずら半分にそんな落とし穴を作っておいたのであろうか。こう解釈してしまえば、それは極めてありふれた事件で、単に一条の笑い話に過ぎないことになる。父もそう解釈して笑ってしまいたかったが、その以上に何かの秘密が潜んでいるのではないかという疑いが、まだ容易に取り除けられなかった。そればかりでなく、 ともかくも自分の所有地へ入り込んで、むやみに穴を掘ったりするものがあるのは困る。いずれにしても、今夜ももう一度張り番して、その真相を確かめなければならないと父は思った。父は管理。その時代の言葉で言う会員さんであるので、そんな戦議にばかりかかり合ってはいられない。今日も朝から出勤して夕方に帰ってきたが、 留守の間に別に変わったことはなかった。今夜も家内のものを寝かしてしまって、父一人が縁側に座っていると、夕べろくろくに眠らなかったせいか、十二時ごろになると次第にうすら眠くなってきた。今日も暑い日であったが、老けるとさすがに涼しい夜風が雨戸の隙間から忍び込んでくる。それに吹かれながら、父は縁側の柱に寄りかかって、 ついうとうとと眠ったかと思うと、またたちまちに目を覚まされた。例の空き地の草むらの中で、犬のけたたましく吠える声が聞こえるのであった。続いて、女の悲鳴がまた聞こえた。雨戸を開けて父は庭先へ踊り出た。昨夜の経験によって、今夜はちょうちんを用意していたのである。片手にはちょうちん、片手には木の枝を持って、 四つ目書きを回ってかけていく間にも、犬は狂うように吠えたけっていた。その声をしるべにして、父は草むらをかき分けていくと、犬はちょうちんの光を見て駆け寄ってきた。その当時、某外国の公使館が私のうちの隣にあって、その犬はなんとかいう書記官の飼い犬である。犬は毎日のように私の庭へも遊びに来て、 父の顔をもよく知っているので、今このちょうちんを持った人に対しては、別に吠えつこうとも噛みつこうともしなかったが、それでも父の前に来て、死災ありげに低くうなっていた。父は犬に向かって手真似で案内しろと言った。犬はその意を悟ったらしく、またもやしきりにそこらを駆け回っているので、父もその後について駆け歩いていると。 犬は人村茂るすすきの下へ来て、前足ですすきの根をかきながら、またしきりに吠えた。急いで近寄ってちょうちんを差しつけると、そこにも一つの穴があって、その穴から一人の大男があたかも這い上がってきた。よく見ると、それは公使館好きの騎兵で、今は会計係か何かを務めている。 ハドソンという男であった。彼は手にピストルを持っていた。今夜は犬がひどく吠えます。とハドソンは明快な日本語で言った。私、見回りに参りました。こちらの藪の中に人が隠れておりました。その人は穴を掘っております。私、取り押さえようとしますと、その人逃げました。私、 穴に落ちました「その人は男ですか女ですか?」と父は聞いた「暗いのでそれ分かりません」とハドソンは体の泥を払いながら答えた二人はしばらく黙ってゆの中に突っ立っていた犬はまだ低くうなっていたハドソンはおそらく泥棒であろうと言ったが 泥棒がなぜいくつもの穴を掘るのか、それが解きがたい謎であった。明くる朝になって、父は再び空き地を操さすると、なるほど、新しい穴がまた一つ増えていた。ハドソンの落ちたのは古い穴で、彼はそんな落とし穴がいくつも作られていることを知らないで、一作屋の父と同じような目にあったのである。 何者が何のためにここへ来て混よくいくつもの穴を掘るのか父はいよいよその判断に苦しめられたそこでハドソンと相談して今夜は二人が草むらの中に隠れていることにすると年の若い英国の騎兵はこの探検に興味を持っているらしく宵のうちから草むらに忍んでいて何かの合図には口笛を吹くと言った しかも十時を過ぎる頃まで彼の口笛は聞こえなかった。家内のものを寝かしてから父も身支度して空き地へ出張したが今夜は風のない夜で草の葉のそよぐ音さえも聞こえなかった。二人は夜露に濡れながらいたずらに一夜を明かした。奴らも警戒してうかつに出てこないのだろうと父は思った。 第一の夜には父に追われ、第二の夜には犬に追われ、彼らも自分たちの危険を思んぱかって、ここへ近寄ることを見合わせたのであろう。常識から考えても、そうありそうなことである。ハドソンは、その後、ミ番も張り番を続けたが、ついに何の新発見もなかった。父は夜露に打たれたために少しく風邪をひいたので、 当分は針番を見合わせることになった。それでも毎朝一度ずつは空き地を見回って新しい穴が掘られているかどうかを調べていたが、最初に発見された9カ所と後の1カ所とそれ以外には新しい穴は見出されなかった。彼らもこのいたずら、まずそうらしく思われる、を中止したらしかった。 それから半月余りは無事に過ぎた。その以来、家内の女たちを脅かすような怪しい響きも聞こえなくなって、この問題も自然に忘れられかかった時に、父はふとあることを思いついた。それはあたかも日曜日の朝であったので、父はすぐに近所の米屋を訪ねた。米屋は前に行ったような事情で、 私の家を昔の持ち主から譲り受けて、さらにそれを私の父に売り渡したのである。そして、現在も私の家へ米を入れている。その米屋の主人に会って、昔の持ち主のことを尋ねると、主人はこう答えた。その説も申し上げましたが、あなたのお屋敷には、足立さんというお武家が住んでいらしたのでございますが、そのお方は脱走して、 えちごぐちでうちじにをなすったということでございます。そのあだちという人の家族はどうしたねと父はまた聞いた。どうなすったかわかりませんでしたが、ひとつきほども前にその奥さんがふらりと尋ねておいでになりまして。なんでも今まではかずさの方とかにおいでになったというお話でした。そして、 私のうちには誰が住んでいるとお聞きになりましたから、矢橋さんという方がお住まいになっていると申しましたら、そうかと言ってお帰りになりました。その奥さんは今どこにいるのだろう。やはり同区内で芝の片門前にいるとかいうことでした。どんな風をしていたね。さあ、と主人は気の毒そうに言った。 ひどくみすぼらしいというほどでもございませんでしたが、あんまりご都合は良くないようなご様子でした。奥さんはいくつぐらいだね。画界の時はまだお若かったのですから、三十五六ぐらいにおなりでしょうか。子供はないのですかね。お嬢さんが一人、それはかずさんのご親戚に預けてあるとかいうことでした。片門前は、 どの辺かわからないのかね。先さまでも隠しておいでのようでしたから、私の方でも押し返しては伺いませんでした。それだけのことを聞いて父は帰った。父の想像によると、庭の空き地へ忍んできて、一度は穴に落ち、一度は犬に追われた女は、この足立の奥さんであるらしく思われた。もちろん、 取りとめた証拠があるわけではないが、庭の空き地に穴を掘るのは単にいたずらのためにするのではない。おそらくは土を掘り返して何者かを探し出そうとするのであろう。あだちの家に何かの伝説でもあるか、あるいは脱走の際に何かの貴重品でもうずめて立ち去ったか、二つに一つでそれを今日になって密かに掘り出しに来るのではあるまいか。 今日では土地の所有権が他人に移っているので、表向きに交渉するの面倒を避けて、密かに持ち出していこうとするのではあるまいか。穴を掘るのは心当たりの場所を掘ってみるのであろう。それが成功して幾度も取りに来るのか、あるいは不成功のために幾度も探しに来るのか、それはわからない。また、かの女の他に幾たりの味方があるか、 それもわからない。もし果たしてそうであるとすれば、誠に気の毒のことである。自分は決して自己の所有権を主張して、遺族らの発掘を拒んだり、あるいはその掘り出し物の分け前をもらおうとしたりするような欲信を持たない。正面からその事情を訴えて交渉してくれば、自分は快くその発掘を承諾するつもりである。 もしその住所がわかっていれば念のために聞き合わせるのであるが、片門前とばかりでは少し困る。父は再びかの米屋へ行って、足立の奥さんという人が重ねてきたらば、その住所番地を聞きだしておいてくれと頼んだ。それでも父はまだ気になってならなかった。米屋の主人の話によると、かの奥さんは あまり都合が良くないらしいという。してみれば、うずめてある宝を一日も早く取り出したいと思っているにそういない。片門前は二丁であるが、さのみ広い町ではない。県別に探して歩いても知れたものであると、父はその次の日曜日に思い切って探しに出た。広い町でないと言っても、一丁目から二丁目にかけて、県別に探し回るのは容易でない。 父はほとんど小半日を費やして、ついにあだちといううちを見出し得ないで帰った。あるいは他人のうちに同居でもしているのではないかとも思われた。この上は米屋の通知を待つのほかはなかったが、あだちの奥さんは再び米屋の店にその姿を見せなかった。私の庭の空き地へも誰も忍んでくる様子はなかった。 それからまた、半月余りを過ぎて、九月初めの新聞史上の片門前の女殺しの記事が現れた。森川権七という古道具屋の亭主が、その女房のお稲を殺したというのである。権七は三十一歳で、お稲は年上の三十七であった。新聞の記事によると、 お稲は旧幕臣の足立玄五郎の妻で、玄五郎は越後へ脱走するときに中間のゴン七に友をさせて、妻のお稲と娘のおむつをカズの親戚の方へ落としてやったが、玄五郎戦士の噂が聞こえて後、お稲とゴン七の主従関係はいつか夫婦関係に変わってしまった。それには親戚の者どもの反対もあったらしく、 お稲は娘のおむつを置き去りにして、若い男と一緒に数差を駆け落ちして、それからそれへと流れ渡った末に、去年の春頃から東京へ出てきて、片門前に小さい古道具屋を始めたのである。ゴン七は古才の利く男で、商売の上にも子孫子がなく、どうにか一軒の店を持ち通すようになると、彼は年上の女房がうるさくなってきた。 ことにお稲は、旧主人を傘に着て、塗格に亭主を尻に敷く形があるので、ゴン七はいよいよ嫌気がさしてきた。目と鼻の間には神明の矢場がある。ゴン七はその若い雇い女に馴染みができて、毎晩そこへ入り浸っているので、お稲の方でも嫉妬に耐えかねて、夫婦喧嘩の耐え間はなかった。その晩も、いつもの夫婦喧嘩から、 いっぱい期限のゴ七は、店に並べてある商売物の中から、大工道具の手斧を持ち出して、女房の農店を打ち割ったので、お稲は即死した。ゴ七もさすがに驚いてどこかへ姿を隠した。足立の奥さんの消息はこれで分かった。古道具屋の店は森川ゴ七の名になっているので、父が探し当てなかったのも無理はなかった。 二三日の後に、父が米屋の主人に会うと、主人もこの新聞記事に驚いていた。ごん七という中元は、私も知っています。上州の生まれだとか聞きましたが、子作りの小粋な男でした。あれがご主人の奥さんと夫婦になって、おまけに奥さんをぶち殺すなんて、全く人間のことはわかりませんね。 主人は探足していた。九月の末に大嵐があった。午後から強くなった雨と風とが、酔いからいよいよ激しくなって、明け方まで荒れた。古都にここらは品川の海に近いので、辰巳の風は一層を強く吹き当てて、私の家の屋根瓦も随分吹き落とされた。庭の立ち木も吹き倒された。 塀も傾き、柿も崩れた。しかし、東の白む頃から、雨も風もだんだん静まって、明くる朝はうららかに晴れた日となったが、どこのうちにも相当の被害があったらしい。父は自分のうちの構えうちを見回って歩くと、前に行った立ち木や塀の被害のほかに、西側の高い崖が崩れ落ちているのを発見した。 幸いにその下は空き地であったが、もしも住宅に接近していたらば、私の家は潰されたにそういなかった。早速に出入りの職人を呼んで、崩れ落ちた土を片付けさせると、土の下から一人の男の死体が現れた。男は崖崩れに押し潰されて、生き埋めとなったのである。彼は手にくわを持っていた。 警察に訴えてその取り調べを受けると、生き埋めになった男は、女房殺しの森川ゴン七と分かった。ゴン七は、かの事件以来どこかに漱石をくらましていたのであるが、どうしてここへ来てこんな最後を遂げたのか、誰にも想像がつかなかった。やっぱり、私の想像が当たっていたらしい。と、父は母に囁ささいた。 空き地の草原へ穴を掘りに来たものは、おそらくゴン七とお稲であったろう。父が想像した通り、彼らは何かの埋蔵物を掘り出すために、幾度か忍んできたらしい。ゴン七は女房を殺して、どこにか姿を隠していながらも、やはりかのうずめたるものに未練があって、嵐のよう幸いにまたもや忍び込んできて、 今度は崖の下を掘っていたらしいことは彼の手にしていた桑によって知られる。しかも風雨は彼に幸いせずして帰って崖の土を彼の上に押し落としたのであった。これらの状況から推察すると彼らはついに求むるものを掘り出しえなかったらしい。それが金銀であるかその他の貴重品であるか もちろんわからない。父は彼らに代わってそれを探してみようとも思わなかった。明治十年。今から振り返ると、やがて五十年の昔である。あの辺の地形も全く変わって、今では一面の人家続きとなった。ゴ七夫婦が求めていた掘り出し物も、結局、この世には現れずに終わるらしい。